日本ビデオシステムの橋口と申します。よろしくお願いします。今回新商品を説明させていただきます。と B4 レンズと PL レンズに対応すると国産初 の外部で制御するため のモーターリモートコントローラーを開発しました。と特徴としてはと B4 レンズと PL レンズに1記憶ができる機能が7箇所ついておりまして、ドラマとかの難しい撮影などリハーサルをした場合にとピントが難しいとか送りピンをするのがそのワンタッチで記憶したところに送れる装置です。で各レンズに対応しておりまして、ギアもすべてセットされております。でズームリモコン、またフォーカスリモコンの各社にも対応しておりまして、スタジオスタイルとして使用していただけることが可能です。で無線のコントローラーもご用意させていただいてまして、ズームだけリモコン、フォーカスだけ手動と、アイリスだけ有線リモコンという使い方も可能です。こちらの商品は各カメラメーカー様のカメラをビルトアップ、箱レンズにつけるためのビルトアップユニットと光伝送装置、それと新開発の OLED ビーファインダーのセットの形になります。とボックスレンズに 4K カメラで高倍率、または HD カメラで高倍率撮影が可能になると同時に、スタジオがどのカメラでもシステム構築が可能となります。と伝送機はこれ 4K タイプで200W の電力も送ることができます。で OLED ビューファインダーはピーキング、またピクチャーインピクチャー搭載 のリターン表示が可能となっております。続いて紹介させていただくスイッチャーなんですけれども、こちらの1人で2回目ができるスイッチャーです。と HD でタイプ、 HD 対応でフレームシンクロナイザー搭載で、1人で、オーバーラップ、それとカットに対応しております。で1台は固定で、1人はもう1台は自分で動かして、1人で2回目ができるため、お湯会とか、イベント撮影の時に威力を発揮します。またレコーダーも2台接続できる出力がついておりまして、とメイン VTR とバックアップ VTR を収録することができます。でとスルーアウトもついていまして、各モニター出しをすることもできますので、今何の絵を使っているかとか、そういったのも見ていただくことが可能なの とタリにも対応してまして、で自分で今入っているときにどちらが使われているかというのが一目瞭然で分かるようになっております。ご覧いただいた商品は新しく完成しました120ページの総合カタログに載っておりますので、弊社にお電話いただくかとホームページからメールをいただければお送りさせていただきますので、よろしくお願いします。